モノログチューブ、だぜ。皆さんこんにちは、モノログです。マリサだぜ。このチャンネルでは、自転車ガチ勢ではない私モノログが、自転車関係のグッズや話題を、ユーザー目線で紹介します。もしよかったら、チャンネル登録や高評価をお願いするんだぜ。今回は、高額なロードバイクと、安価なロードバイクの違いについて解説したいと思います。突然どうしたんだぜ？前回の動画では、初心者への購入アドバイスについて解説しました。詳細は、別の動画を見るんだぜ。初心者にアドバイスをすると、大抵、私の自転車の価格を聞かれます。どれぐらいなんだぜ？金額は想像にお任せしますが、私のロードバイクは、ピナレロのプリンス FX に、カンパニョロのボーラウルトラつけて、デュラエース9100のコンポーネントを装着しています。よくわからないんだぜ。まあ、それなりにお高い構成であるということができます。そして、大体の金額を初心者に返答すると、そんな高額な必要があるの？何が違うの？って言われます。それは、俺もそう思うんだぜ。なので、高額なロードバイクは、何が違うのかについて解説して、本当に必要なのか？について考察しようと思います。気になるんだぜ。まず、高額なロードバイクと、安価なロードバイクで、何が違うかについてですが、パーツの構成が違うということができます。どう違うんだぜ？安価なロードバイクのフレームの多くはアルミ製ですが、高額なロードバイクのフレームはカーボン製になります。ここでは、詳細については言及しませんが、カーボンフレームは、軽量だということができます。そして、コンポーネントも上位機種がついています。コンポーネントって何なんだぜ？簡単に言うと、駆動部分やブレーキ部分のメカになります。コンポーネントの上位機種は何が違うんだぜ？上位機種の方が、光合成で工作精度が高く、なおかつ軽量にできています。軽量はわかるけど、光合成で工作精度が高いと、いいことがあるんだぜ。これも、詳細な説明は割愛しますが、簡単に言うと、変速の速度が速くなったり、ペダルの力を推進力に変える時の、パワーロスが少なくなるということができます。なので、高額なロードバイクは、軽量でパワーロスが少ないので、安価なロードバイクより、楽に走ることができます。なるほど、高額なロードバイクだと、楽に走ることができるのは分かったんだぜ。じゃあ、高額なロードバイクじゃないと、できないことってあるんだぜ。基本的には、高額なロードバイクでないと走れない道とかはないので、できることは、変わりません。ただ、ガチ勢にとっては、限界を引き上げてくれるので、最高速度や巡航速度を上げたりすることが可能となります。確かにガチ勢のレースでは、勝つために重要な内容なんだぜ。でも、お前はにわか勢なんだぜ。にわか勢にとって、それなりにお高い自転車とか、必要なんだぜ。正直言うと、必要ないと思います。そもそも、運動をしたくて自転車に乗るのであれば、お金をかけて運動負荷を軽くすることに、矛盾を感じるぐらいです。確かに、運動したいのか、運動したくないのか、わからなくなるんだぜ。ただ、軽量で光合成、高精度なパーツになると、入力に対するレスポンスが良くなる効果もあります。どういうことなんだぜ？加速したい、止まりたい、曲がりたいなどに、素早く反応してくれます。特に、高精度なパーツによる変速の違いには、感動すら覚えます。つまり、乗りやすいってことなんだぜ。乗りやすいというよりも、どちらかというと、操作していて気持ちがいいって感じです。ただ、感覚的なもので、価格差ほどに意味があるかは何とも言えません。にわか勢にとっては、お金に余裕があればって、程度だと思います。つまり、にわか勢が高額な自転車を買う意味って、あまりないんだぜ。そうだということができます。ただ、にわか勢にとっても、高額なロードバイクにしかできないことが、実はあります。何なんだぜ？機材マウンティングです。高額な機材を使って、優越感に浸る行為です。そして、安価な機材を使っている人を見下します。それって、かなりカッコ悪いんだぜ。それでも、高級なゴルフクラブを自慢するように、高額な自転車を自慢する人が存在しています。まあ、お金を使って経済を回してくれるのですが、周囲を不快にするという行為でもあります。自転車仲間や同じチームにいたら、めんどくさい人なんだぜ。
周囲の人がどう思うかは別として。機材マウント勢にとっては、高額なロードバイクを購入する意味があるということができます。さらに、性能がほぼ同じであっても、メーカーによって、ロードバイクの価格が高くなることがあります。自転車の高級ブランドメーカーなんだぜ。でも、普通に走るのであれば、別に高級ブランドである必要はないということができます。機材マウント税が、ブランド用で高いものを購入するところを、にわか税は同じ性能で安いものを購入するのが、賢い買い物だということができます。普通に走るのには、ブランドとか関係ないんだぜ。結局、安価なロードバイクと高額なロードバイクの違いは、軽量で剛性が高くて、精度が高いパーツが使われているってことと、ブランド用ってことなんだぜ。おおむね、そうだということができます。なので、ガチ勢は機材にお金をかける価値はあるし、機材マウント勢にとっては、高額であることに意味がありますが、普通にサイクリングを楽しむのであれば、高額なロードバイクは必要ありません。というか、オーバースペックすぎて、完全に無駄遣いに終わります。もったいないお化けが出るんだぜ。というわけで、今回は、高額なロードバイクって何が違うの？それって必要なの？について解説しました。とは言っても、お前は、にわか勢なのにそれなりにお高いロードバイクに乗っているんだぜ。機材マウント勢なんだぜ。そうではないということができます。そもそも、私はぼっちサイクリング勢なので、マウントを取る相手がいません。確かにいつも、ぼっちなんだぜ。じゃあ、なんでそれなりにお高いロードバイクに乗っているんだぜ？それは、私がメカ好きだからです。技術的な裏付けがあるデザインの機能美。高精度なメカが、駆動する瞬間。そして、それらを整備するという至福の時間。高額なロードバイクでは、これらを味わうことができるのです。ちょっと、何を言っているのかわからないんだぜ。でも、お前は特殊な事例ということだけはわかったんだぜ。このチャンネルでは、自転車関係の話題を紹介しています。自転車関係以外の動画は、モノログチューブのメインチャンネルにアップしていきます。概要欄にリンクを貼るから、そっちもチャンネル登録お願いするんだぜ。あと、両方のチャンネルの動画は、チャンルごとに再生リストを作っています。再生リストから見ると便利です。徐々に動画数も充実していくんだぜ。皆さんも、無理して高額なロードバイクを購入するのではなくて、サイクリングすること自体を楽しみながら、ゆっくり走っていってね。この動画が気に入ったら、チャンネル登録お願いします。高評価もかなり励みになります。次の動画が気になるんだぜ。チャンネル登録しておくと、新しい動画が発見しやすくなります。感想やツッコミなどの、コメントもらえると嬉しいんだぜ。よろしくお願いするんだぜ。